日本の文化の起源は中国から学び日本に根付いたものと考えられています。その最も顕著なのが仏教の伝来と言えるかもしれません。当時空海が中国訪問の際、日本に戻り弘法大師によって仏教が広がっていったと言われています。今も日本の文化は根本的に仏教の教えから成り立っているもので、中国文化と共通点がいくつもあるのでしょう。同じ情景においても国々によっては同じ捉え方をするか、または反対の捉え方を示すことがあります。では反対の態度を示したことは間違っているのだろうか。同じあるいは反対の理由の根拠を尋ねると、双方の言い分について納得する場合がわかる。したがって相違点についてはお互いに理解をし認める態度が必要でないだろうか。日本と中国との比較での共通点のある中でも相違点もある。日本には中国と全く違う習慣や考え方があることに中国人は驚く。中国メディア、日本には中国から伝わった文化が少なからず存在するため、訪日中国人の中には日本でどこか懐かしい気持ちになることもあるようだが、その一方で日中で全く異なる習慣や風習も多い。中国メディアの今日頭上箱のほど、中国人旅行客は日本に滞在中、日本には中国と全く違う習慣や考え方があることに気づくと指摘する記事を掲載した。日中両国には共通の文化があるものの、記事は細かいところで同じ物事に対する対応が日中で大きく異なることに着目し、中国人はできれば訪日する前に理解しておいた方がいいと勧めている。記事の中国人筆者は、日本滞在中、日本人は不注意で他人の足を踏んでしまった場合、踏んだ側はもちろん踏まれた側も互いに謝る光景を見たようだ。中国人からすれば踏んでしまった側が謝るのは普通だが、踏まれた側の日本人も謝っているのを見て、日中では礼儀を示す方法が全く異なっていると感じたという。また中国人は食事の際、相手への好意を示し、特別なもてなしを提供していることを、美味しい料理をたくさん用意し相手にたくさん料理を食べさせることで示すが、日本では決してそうしてはいけないと指摘。特に日本では渡し箸というマナー違反となる箸の使い方があるので、自分の箸で相手に料理を渡すことは非常に失礼な行為になると忠告した。客が気を使って食べ物に手を伸ばさない場合、中国人は食べ物を勧めるために相手に取って渡す。果物なら皮を剥いて手渡したり、個包装の菓子の封を開けて手渡す。しかし日本で同じことをすると相手を戸惑わせることもあるので、親切心から出会ってもマナーの違いを知っておくことも大切だと言える。他にも日本では人前で激しく鼻を噛んだり咳き込むこと、白い目で見られる可能性があることを紹介。これは公衆衛生に対する考え方が違うためかもしれない。記事は、日本を訪れるならば日本の文化や習慣、日本人の考え方をあらかじめ知っておくべきと伝えているが、こうした記事から中国人が日本に関心を持つだけでなく、細かいマナーなどへの理解を深めようとしていることがわかる。